はい、こんにちは、白塚です。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第1085回をやっていきたいと思います。今回はマーケティングとはということで、まあ、経営学講座ではマーケティングっていうのは1回以前扱ったことがあるんですけど、まあ、もっと基本的なことですね。もっと本質的なこと、ね、本質っていうのは基本ですから、もっと基礎基本本質っていうのを確認しながら、よりこう高い知識というのを身につけていきたいというふうに思います。まあ、上級編っていうような感じですね。はい。で、まあ、マーケティングっていうのはマーケティング協会がどういうふうに定義しているかっていうと、顧客価値を創造伝達提供と、まず1文目は顧客価値ですね。お客さんにとって価値あるものですよね。で、価値っていうのは大切なもの、もしくは必要なものですよね。大切なもの、もしくは必要なもの。だからお客さんにとって大切なもの、もしくはお客さんにとって必要なもの、それをまず作りますと。ね、それ商品という形で作るのかサービスという形で作るのか、いずれにしてもお客さんにとって必要なものっていうのを作って、そして今度はお客さんに対して伝達し、そしてさらに実際に商品サービスを提供することで顧客価値を提供するということですよね。なので、まあ、自分の会社があって、でここに市場があって、でここに顧客がいると、ということですよね。で、そうした時に、まあ、自分というか、まあ、自社ですね、自分の会社でした時に、まず、ね、自分たちの会社で顧客の役に立つものを作って、そして自分たちはこういう、ね、商品サービスを作っていますと、ね、作りましたということを伝達して、実際にそのお客さんに対して商品サービスを提供、もしくは顧客価値を提供し、ですよね。そして組織とその利害関係者の双方を利する形ですよね。まあ、組織っていうのは例えばその自分の会社っていう組織ですよね。そしてその利害関係者、もちろん顧客っていうのは利害関係者でしょうし、でここでこうね、伝達する、もしくは商品サービスを提供するときに関わった利害関係者、取引先とか流通先とかですよね。まあ、例えばここで卸とか小売っていうのを、ね、使ってるということであれば、卸売業者もしくは小売業者、こういった全部ですね、自分の会社、顧客、それから取引先や卸や小売、こういった全てのを利する形、ね、みんなにとって得になる形で顧客との関係性を管理するための組織機能ですよね。お客さんとの関係、まあ、1回限りの関係ではなくて2回3回継続的に自分たちの商品サービス価値提供を受けていただけるような、まあ、そういう顧客との関係性を管理するための組織機能と一連の過程ですね。で、それをやり続けている過程のことをマーケティングというふうに言っているということですよね。で、まあ、要するに、ね、単に販売のことのみではなく、顧客に価値を提供する仕組み作りのこと、ね、すごくこうシンプルに定義するならば、顧客に価値を提供する仕組み作りのことですよね。管理するための組織機能と一連の過程って言ってるわけですから、ね、こう単発ではなくて、ね、その管理する顧客との関係性を管理するための組織機能と一連の過程ですから、顧客に価値を提供する仕組み作りのことですね。連続的に継続的にお客さんに価値を提供し続ける、ね、その仕組み作りのことをマーケティングというふうに言っているということですよね。で、そうしたときにここの部分、仕組みが定期で作られているかどうかというのが、まあ、マーケティングという部分ですよね。要するにこう販売とマーケティングというのはこう対比して言われたりしますけれども、販売とマーケティングですね。販売というのは、まあ、単発ですよね、簡単に言えばね。ね、なのでお客さんがいて、ね、そして例えば自分がお客さんに対してこの商品いかがですかっていうのは販売ですよね。で、マーケティングっていうのはこれ仕組みとして行われているということです。だから、まあ、例えば一番わかりやすいのは、まあ、例えば夏祭りで商品、ジュースを売っている、ね、こっちの人が人で、こっちの方は自動販売機のような感じですよね。
ジュースいかがですか、ジュースいかがですかって言ってお客さんがいた時に、はい、ジュースどうぞっていうふうに、売るのが販売と、ね、セールスということになりますけど、マーケティングっていうのはそうじゃなくて、もう仕組みが作られているので、もうお客さんにどん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 ジュースが自動的に提供されていくような状態になっている。それは組織という形で提供されていくのか、もしくは例えば、ね、インターネットとか、ね、人工知能とか、まあ、そういった仕組みですよねによって、ね、どん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 自動的に、ね、お客さんに価値が提供されるような状態になっているのかっていうのが、まあ、マーケティングと販売の、ね、一番分かりやすい違いというふうに言っていいと思います、ね、こっちはもうね常に毎回こうね、まあ手動というか自分でお客さんが来て、ジュースいかがですか、ジュースいかがですか、ジュースいかがですかって言ってこう売っていくのが販売ですよね。でマーケティングっていうのはもうお客さんに対して価値が、ね、自動的に仕組みとして提供されるような状態になっている。その組織を作ることとか、もしくは組織を作ろうとしている過程のこと、この仕組みのことを作ろうとしている過程のことを、ね、マーケティングというふうに言っているということになります。はい、なので具体的にはまず誰に、ね、お客さんと言ってもね、まあ、全世界74億人、日本で1億2600万人例えばいるとして、でそのうちの誰に価値を提供しようとしているのか、誰に、ね、必要なものを提供しようとしているのかっていうのはまず誰にですよね。ね、それは、ね、全世界の人なのか、それとも日本人に対してなのか、ね、っていうようなことですよね。男性に対してなのか、女性に対してなのか、年長者に対してなのか、年少者に対してなのか、まあ、そういった誰にというものですよね。そして何をですよね、どういった価値を提供しようとしているのかですよね。でいくらで提供しようとしているのか、ね、そしてどのようにして流通させようとしているのか、ね、結局こう提供するためにはその流通網というのが必要になりますよね。自社からお客さんに対して商品サービスを提供するための流通網というのが必要になってきます、ね。まあ、例えば卸し小売りでお客さんに届くというような、まあ、例えばそういう流通網だったり、ね、もしくは、お客さんに近い支店を、作って、その支店経由でお客さんに提供するという形であったり、もしくは全国の代理店の人たちを活用して、その代理店の人たちに自分たちの、ね、商品サービスを売ってもらって紹介手数料を払う、ね、代理店という仕組み、こういった流通網だったり、もしくは、ね、フランチャイズですよね。各国、各地域にフランチャイズを作って、で、そのフランチャイジーですよね。こう、フランチャイズを提供するフランチャイザーが、フランチャイズを、ね、やりたいというフランチャイジーに対して、ね、フランチャイジー経由でお客さんに価値を提供するということだったり、もしくはもう直接ですよね。ね、直接。自分の会社がお客さんに対して直接、提供すると、まあ、例えばこの流通網というのがありますよね。だからどのようにして流通させるんですか、ね、いうことですよね。卸とか小売を使うんですか、代理店を使うんですか、支店を作るんですか、ね、いうことですよね。もしくはフランチャイジーを、ね、募集するんですか、もしくは自分たちで直接何らかの手段で提供するんですか、そういうこうね、どのようにして流通させ、そしてどんな販売促進を行っていくのかですよね。まあ、基本的に人っていうのは、ね、まあ、行動するしないで言ったら、まあ行動しないわけですよね。だから、まあ、その、ね、その、まあ、必要だと思っても、まあ、今じゃなくてもいいやというふうになるということであれば、じゃあどうして今、ね、欲しいと思っていただけるのか、どうして今お買い上げいただくのか、まあ、その、ね、ためにどんな販売促進を行っていくのかでいうことですよね。例えばテレビ CM とか、ね、新聞折り込みチラシとか、新聞広告とか、雑誌広告とか、ラジオ広告とか、インターネット広告とか、ね、もしくは店頭販売とか、ね、今いろんな販売促進方法がありますけれども、どんな販売促進を行っていくのかですよね。そしてその誰に何をいくらでどのようにして流通させ、どんな販売促進を行っていくのかをいかに仕組みとして提供するのか、ね、こう単発でよし、じゃあ自分は今日頑張って売ろうっていうのは販売ですよね。そうじゃなくてマーケティングっていうのは、それをこう仕組みとして
提供するということになるわけですから、いかに仕組みとして提供するのか、連続的に継続的に、ね、そのお客さんに価値を提供し続けていくのか、そのための仕組みっていうのを作っていくのか、その仕組み作りの出来上がった仕組み、もしくはその仕組み作りをやっている過程のことをマーケティングというふうに言うということですよね。はい、ということでこれからですね、まあ、マーケティングについてのですね、まあ、さらにこう本質的なところ、そしてちょっと上級的なところっていうのを、復習を兼ねてやっていきたいと思っています。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいたという場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。